ふん読みは、春です。みなさんも読んでみてください。春、春。音読みは、旬です。みなさんも読んでみてください。旬、旬、春、春 旬この漢字は嗅覚です。書く順番や書き方などをよく見てください。1、2、3、4、5、 六七八九もう一度書きます。一二三四 5 6 7 8 9それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読み春は季節の一つを表します。春 と読むときの例は春春の日です春と読むときの例は新春青春です次はこちらの漢字です訓読みは夏です 皆さんも読んでみてください。夏、夏。音読みは、か、です。皆さんも読んでみてください。か、か、夏、か、 この漢字は十角です。書く順番や書き方などをよく見てください。1234567 八、九、十、もう一度書きます。一、二、三、四、五、 6「7」「8」「9」「10」それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読み「夏」は季節の一つを表します。 夏と読む時の例は夏夏休みです。かと読む時の例は初夏立夏です。次はこちらの漢字です。訓読みは「早」です。 皆さんも読んでみてください。はや、はや。音読みは、そうです。皆さんも読んでみてください。そう、そう。はや、そう。 この漢字は六角です。1 2, 3, 4, 5,、2、3、4、5、6もう一度書きます。1、 それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは「早」です。形容詞は「早い」 になります。はやと読むときの例は、はやい、はやおきです。そうと読むときの例は、そうしゅん、そうちょうです。次はこちらの漢字です。訓読みは、おです。 皆さんも読んでみてください。お、お、音読みはきです。皆さんも読んでみてください。き、き、お、き。この漢字は十角です。 1>, 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 もう一度書きます。123456789 それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは、おです。動詞として、自動詞は起きる、他動詞は起こすになります。おと読むときの例は、朝の 七時に起きる。八時に兄を起こす。です。音読みは木です。物事を始めるという意味で使われます。木と読むときの例は、起業、起動です。